これはね、忍者の使ったしつけ道具なんですよ。で、大きな方がね、これがうちだけで、小さな方がね、道の日なんです。そしてその中にはね、松積みとね、それから小石が入ってるんですよ。そしてまあ、火を長持ちさせたわけですね。先生、何ですかこれは。吹き矢の筒です。長いでしょう。吹き矢というのは案外強力なんですよ。これくらい長いとね、狙いは正確だし、強く吹くと直線でね、100メートルぐらい飛びますしね、2センチぐらいのね、吹きなら簡単に突き通しますからね。すごいですね。それからこれがその矢です。先端に針がついていて、馬の毛が仕込んであって、ここに毒液を入れて吹くと、当たった衝撃で毒液が飛び出すんです。Ah!